アレイスターいなくなったらエレメントセイバーもう誰も使ってない理由です。さあ本日なんですが、エレメントセイバーをね、私救っていきたいと、そんな風に考えております。皆さんはエレメントセイバーデッキご存知ですよね。もちろんね、エレメントセイバー ES 召喚獣ってやつですね、いわゆる。ただ今あのアレイスターがリミット3にぶち込まれましたんで、この霊神の聖殿とのリミットがもろかぶりしてましてですね、もう誰もエレメントセイバー使ってないんですよ。本当に誰も使ってない。なので今回はそういうデッキこそ私が、まあ、出る幕であると、こう私が救うべきデッキであるということで、本日はですねエレメントセイバーを救っていきます。気持ち悪いデッキができました。皆さんは一枚初動でエバリーっていう、デッキ動画見ていただけましたでしょうか。今エクシーズモンスターが追加されたことにより、スポーは1枚からエバリーが出ることになったんですよ。これめっちゃ強いんですけども、スポーは1枚でダークバージャーをね、これね、墓地のメルボンのこのダークバージャーを蘇生しまして、これねこれ蘇生しまして、で、御用 D を出しまして、で、御用 D でゼンマイマジマイティって、ゼンマイティでゼンマイマジシャンからのスポーは特殊召喚して4-3で、まあもちろん、7だったら何でもいいんで、デストロイサムライとか、ブラックローズとかね、そういうのも一応出せるんですけども、今日は、主役エバリーと、エレメントレディエバリーと呼んでるんですが、このギミックと、あと霊神の、聖殿と、この、エレメンタルトレーニングっていう、このカードが組み合わさると、例えば邪魔であるゼンマイティ、これエヴァリー出すために1回出ちゃうんでこれ邪魔なんですけども、ゼンマイティを例えば霊神の統一エレメンタルトレーニングでラポエラに変えたりとか、モーレフに変えたりとかして、で相手のまあモンスターを面攻していくと、もしくは魔法トラップを止めていくと、で4が2つ いったりするんで、ここでエクシーズ召喚したりとか、ダイアウルフとかブラックコンゴとかね、まあこれは何でもいいんだけど、どかして、で相手のモンスター除去しながらレビオニア出すっていうね。レビオニアはこれは光るという闇なんでね、結構出しやすいんですけども、まあそんな感じで今日はですね、エレメントセイバーのそのまあ性能高いじゃないですか、言うてこいつらの性能は、この高い性能をスポアとレビオニアでカバーリングしてあげることによって、めちゃくちゃ気持ち悪い動きをしていこうと、そういうデッキになっております。早速ですね、1戦目か2戦目か分かんないけど、マジでやべえこと起きてるから目を離さずに見てください。デュエルスタンバイ。エレメントセイバーがね、まだ死んでいないということを分からせていきたい。なるほど、なるほど、まあ、これはまあスポアからですね、エレメントセイバースポアを召喚、エレメントセイバースポアの効果を発動、これによって地属性モンスターを墓地から特殊召喚できるぜ。そして、エレメントセイバー御用ディフェンダーを特殊召喚し、エレメントセイバー御用ディフェンダーの、効果発動、仲間を呼ぶという効果、そして仲間を呼ぶことができたため、ね、レベル3が2体来るぞユーマ、レベル3が2体、2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築してエクシーズ召喚、エレメントセイバーゼンマイティを特殊召喚し、ゼンマイティのモンスター効果を発動、デッキよりゼンマイモンスターを特殊召喚、ゼンマイマジシャン、そして墓地のエレメントセイバースポアの効果を発動、エレメントセイバースポアは墓地の植物モンスターをゲームから除外し、自身をレベルを上げて特殊召喚できるぜ。そしてレベル4、ゼンマイマジシャンにレベル3、スポアをチューニング、シンクロ召喚、エレメントレディエバリーを特殊召喚、これで俺はターンを終了していくぜ。あれだな、静電貼ってよかったな、まあいいや、静電は貼っていいですね。静電これ意外と強くて、そのやっぱその墓地の属性の数だけこっちの打点上がるんじゃないですか。だから誰でも上がるんですよね。だから結構そのゼンマイティとかの守備も上がるし、まあ、本当エバリーの守備も上がるみたいなことがありまして、結構強いっていう、まあ、ちょっと発動するの忘れたんですが、さあこれはなかなかに強いと、バックがねないのはちょっと若干不安ですけれども、さあルーア君どういったデッキなんでしょうか。さあ音、あホラがいい、おうおうおお、あお、忍び足グレートウォールダブルホーンだけやめてください。それ以外はいいです。それ以外はほんと何ら問題はない。もう影帽子とかほんとマジでどうでもいい。影帽子マジでどうでもいいから、ちょっとほんと忍び足グレートウォールダブルホーンだけやめてくんない。そのなんかリンクス俳句最優秀賞みたいな575みたいな、それだけやめてくれる。忍び足はもういいんだよ。もうさ武蔵も全然いい、もう全然問題はない、一切問題はない、それも全く問題はない。ダブルホーンだけやめていただければ、もうほんと何でもします、僕
で、グローブも結構めんどくさいんだけど、まあ、なんだかんだいけると思う。一回、まあ、選んで除外するんで、まあ、3体で殴れますから、次のターン。なんだかんだいけると思うんだけど、さあ、どうする？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 さあ、デッキトップ5枚を見て、しっかりと順番を入れ替えていき、そして、ホラガイを特殊召喚し、これで忍び足が出てくるのほら問題ない。全く問題ない。ちょ、ほんとにやめて。もうね、ダブルホーンとね、グレートウォールはマジで面白くないから。ほんまに思んない。忍び足、オッケー。忍び足はオッケー。忍び足はいい。もうそれもいい。さ、それもいい。ちょ、マジで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 。ちょっとほんとにダブルホーンだけお願いします。やめて！おーっぶねー。激危ねー。劇的に危ねえ。オッケー、全然全然問題ない。でフォーチュンレディエバリーの効果発動、ゼンマイマジシャンを除外し自身を特殊召喚していく。さあ対象に取らないので影防止とかいうカードどうでもいい。さあカードをしっかりと除外していく。そして霊神の静電、要するにさ、グローブをさ、グローブを処せればいいんでしょ。グローブを処せればエレメントセイバーモーレフを召喚していく。23001900。あ、これグローブケアできてんな。おお、強えな。お、この霊神の静電とかいうカード強すぎないか。ちょっと待って、一応属性増やしとくか。エレメントセイバーモーレフの効果によって、ラパビラがなんかプッてやっといて、でエバリーを裏側にしといて、でエバリー叩き起こしてあってやって、オッケーで、オッケー、属性、はいはい、最強。これめちゃくちゃ強いね。やっぱスポーは1枚からエバリー出る動き犯罪やわ。さあお相手の方、ジャック・アトラス選手、よろしくお願いします。デュエル3倍、まあ、知らぬい、まあ、知らぬいでしょうね、おそらく知らぬい。で、スポーは召喚していく。このスポーは1枚からこのエレメントセイバー、エレメントセイバー1ミリも関係ない動き、これめっちゃ強いよな。で御用 D、 御用 D 特殊で御用 D 効果、御用 D を特殊召喚していく。で御用 D、 御用 D レベル3が2体来るとユーマ、レベル3が2体。俺は御用ディフェンダーと御用ディフェンダーでオーバーレネットワークを構築、エクシーズ召喚、ゼンマイティの効果発動、ゼンマイティのモンスター効果によってデッキからゼンマイマジシャンを特殊召喚、そして星のスポーナーの効果を発動。さあレベルを3にして特殊召喚していく。さあレベル4のゼンマイマジシャンにレベル3スポーアをチューニング、シンクロ召喚、エレメントレディエバリーをシンクロ召喚、カードを落ちませんとターン終了。いや、やべ、まあ、また静電発動するの忘れた。ちょっと静電発動するのマジで忘れたってみんな言ってくんない？静電発動するの忘れたって言ってくんない？とりあえずちょっとあなただけはちょっと鬱陶しいんで、ちょっと清掃やめて、清掃。オッケーオッケー、オッケー、通った通った、オッケー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 、1枚、はい、2枚、3癖、3癖強いな、おい、3癖は強いな。霊神、霊神統一エレメンタルトレーニング、最強のマスクチェンジ来た、最強のマスクチェンジ。ちょっとこれ発動しとくの忘れるんですよね、結構俺。これちょっと誰か言ってください、この癖直したいです。霊神の静電の効果によって、これはまあラパウィラかな。さあラパウィラ持ってきて、で魔法トラップを一回止めるという最強の効果を相手に見せつけていく。さあラパウィラを召喚、ラパウィラの効果は一旦一度そこらし落としやな、まあ、それはまあ止めざるを得ないか、それは止めざるを得ない。さあラパウィラの効果によってモーレフおじさんを墓地に送ることによってそこらし落としやな無効化していく。さあその説得、フレンドリファイ、フレンドリファイ、ちょ一番霊神の静電がきつい、あそれか、オッケー、そっちはいいや。レモンドチェーン、あ、強えな。なるほど、あ、でも全部吐かした。トラップカード全吐かせ。はい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 、いいですよ。これはそんなに痛くはないな。そんなに痛くはない。これ、墓地効果属性変えるやつだね。はい、いいです。それは全然いい。なるほど、これ、エレメンタルトレーニング最強なんじゃね？で、カード1つセットしていく。で、バトルフェーズ1400、バチコリぶん殴ってターンを終了していく。さあ、しっかりと、エレメンタルトレーニングを発動し、そしてエレメンタルトレーニングのモンスターじゃないや、トラップカードの効果、自身のフィールド上のモンスターをリリースして、もちろんおじさんを特殊召喚していく。さあシンクロ召喚できるもんだったらしてみな。セットセット、あっ、なるほど、
はい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 、いいですよ。あれれ、いいんですか、ジャック・アトラス選手、そんなクソみてえな展開していいんですか。さあ、フォーチュンレディエバリーのモンスター効果を発動。さあ、ゼンマイマジシャンもゲーム勝ちまし、エバリーが出てきちゃった。これはやばいですよ、アトラス選手。1ミリもシンクロ召喚できないまま魔法トラップも止められて、さらに裏返しでもされるとかいうやばすぎる効果を発動することができてしまいます。これはやばいんじゃないでしょうか、ジャック・アトラス選手。あんと属性変える必要は本当一切ないね、一切ない。4000とかいう激ヤバ、これいいか、コストなんだ、コストになるから。これバトルフェイズ、あ間違えた、バトルフェイズスキップ、忘れてた忘れてた。ちょっとエレメントセイバーデッキマジでエアップすぎて、ちょっとすぐ効果忘れるんですよねこれね。あでも OK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 、 全然大丈夫。ドラゴン目覚めの旋律強すぎワロタ、ドラゴン目覚めの旋律は強すぎワロタ。効果そしてレビオニア持ってこよう。まあ魔法トラップを1回止めれるで、モンスターを裏側にできる、そしてさらにエレメントレディで相手のモンスターを選んで除外するとかいう激ヤバ盤面、激ヤバ盤面で、さらにマスクチェンジ控えてます私今。これはこれさ、守備どうせ雑魚でしょ、これこれでいいんじゃない、これどうせ守備雑魚やから知らないで切って、はい、どうする、さあどうするんでしょうか、ジャック・アトラス選手。さあ困っております。魔法トラップカードを止めれるモンスターが一体いるので、相手のまあおそらくドッキリ部隊とかデモンズチェーンとかそっち系の効果だと思うんですが、その辺の効果はしっかりと無効にして破壊されてしまいます。これは厳しいか、ジャック・アトラス選手。さあ圧倒的遅延行為をされております。この盤面ヤクザすぎ、犯罪ムーブすぎる。このデッキこの盤面揃ったらマジクソ強いですよね。ちなみにこれ相手結構この盤面処理して頑張っても、あ来た、お遅延行為を見たな。さあ2700ダイレクトを通るんですかね、あ通っちゃった、ドキュー部隊や、残念でしたねこれ。盤面処理してもレビオニア飛んでくるとかマジでただの犯罪者やろこれ。さあお相手の方ダイナソー龍崎選手、よろしくお願いします。デュエ巨大決戦、やーべえスキルだなやんべえスキルだな。巨大決戦ちょっとめんどくさいですね、巨大決戦何デッキだこれ。とりあえずですね、まず一発ちょっと一回壁作りましょうか。で御用 D 特殊で御用 D 効果で御用 D 特殊でレベル3が2体、御用ディフェンダーと御用ディフェンダーでオーバーレイみたいなモンスターでオーバーレイネットワークを構築、ゼンマイティを特殊召喚、そしてゼンマイティのモンスター効果を発動、エクシーサイを取り除きデッキからゼンマイマジシャンを特殊召喚、そして墓地のダークバージャーの、ダークバージャーじゃない、スポーナーの効果を発動、ダークバージャーをゲームから除外し自身を特殊召喚、そしてレベル4ゼンマイマジシャンにレベル3スポーワーをチューニング。これなんだろうねデッキね、流れるようなこの作業、ちょっとコズミックサイクロンとかあるかもしれないからちょっと一回これでいいや、コズサイとかしてなんか巨大決戦のなんか調整とかされるとクソめんどいからよ。サイバネティック、うわーめんどくせー、やばい、何これ、何デッキこれ、ちょやめて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 、水かけ、水きたー、キモすぎんだろこいつ、どういうこと。